891。うおー、当たったイエス。こんにちは皆さん、今日は統一番号、トンイーファーピャオっていう台湾のレシートについてる宝くじ2ヶ月に1回、発表があるので、そちらの方を今日は開けて当選を確認していきたいなと思います。一番低い額が200元で、その次が1000元、4000、1万、4万で、こっから結構跳ね上がって20万、200万、最後に1000万元なので、今で言うと1000万元は3730万なので、まあ373円から3700万までの、まあこのチケットとか買いに行かなくても普通に宝くじを、普段の生活でもらえる、まあ出さないお店とかもあるんですけど、まあ割とスーパーとかコンビニとかはどこでも出すので、ヤオインファーピャオマーって言われたら、ヤオってこういつも言ってます。統一番号がついたレシート必要ですかっていう質問ですね。では実際に番号を確認していきたいと思います。こういう段ボールの中にその1ヶ月分の、今回少なかったかな、そんなに多くないな、今回はこんぐらいです。まあ、40枚ぐらいあるのかな。ではやっていきたいと思います。で、台湾のレシートも2種類あって、こういう長いレシートとこういうちっちゃいレシートで、主にこのちっちゃいのはまあセブンイレブンとかで、こういう大きいのは三越とか、そういうちょっと大きめの、もっと規模が大きい店舗はだいたいこういうのを使って、餃子屋さんとかもたまにこっち使ってたり、まあいろいろですね。まあ、この2種類があります。では行きます。じゃあ小さい方から行こうかな。小さい方がやっぱり利用頻度が多いので結構あります。こんな感じ。じゃあ小さい方を全部まとめて、よし、スクリーンがこっちにあるのでスクリーンを見ながらになります。336730254、あー249、惜しい。3184859091251251251。あー惜しい。291、これ語尾が291じゃないですか。292だったら当たりです。僕の次でファミマ買った人当たってます。ふう、悔しい。719891、おっ、これってどうなるんだったっけ。おっ、200元かな。おっ、当たった。イエーイ、当たった。薄いな、薄くなってるけど、スーパーで293元買い物したやつが200元当たりました。891、よし、当選。これ200元今当たったので、700円ぐらいですかね。今の740円当たりました。で、これを郵便局に期間以内に持って行って、住んでる人だったらこっちの居留証、まあアイデンティティカードみたいなやつで、まあ、パスポートでもできると思うんですけど、パスポートか居留証持って行って、あと後ろに電話番号とか、住所とか書かなくちゃいけないので、まあでもホテルとかの住所書いても大丈夫だと思います。当たった。よし、1枚当たり、嬉しいな。200元あればですね、結構いいランチとか食べれるんで、あ、よかったよかった。ラーメンとかもだいたい200元ぐらいですね。あ、ラーメンっていうのは錦のラーメンですね。178350で、ラストが何だろう、これ何の時のかな。1008元。ちょっと、あ、夜ご飯、多分レストランとか行った時のやつです。ちょっと大きい領収書。これにもありますね、番号655。あー、55あたり。はい、こういう感じです。これだけあって当たりは1枚でした。まあでも当たらない2ヶ月もあるので、まあ1枚当たっただけでも全然嬉しいので、ちょっといいお昼ご飯とか、まあいつも行かないようなちょっといいところとかに、これを1枚、あ、これを持って行ってその場で200件は使えないんですけど、郵便局に行って交換して200件を手に入れましたっていう動画です。
統一フォアピアについてもし質問などあったら下のコメント欄によろしくお願いします。こういう台湾の動画見たいよっていうのがあったらぜひコメント欄で教えてください、チャンネル登録といいねボタンぜひよろしくお願いします。チャンネル登録をすると今までの動画が見やすくレイアウトされているのと、これから僕が出す動画の通知がいくのでぜひベルマークの方もベルを鳴らしてください。よかったらよろしくお願いします。それでは。